はい、皆さんこんばんは、こんにちは。元公立高校理科教諭のチョボ先生です。チョボットサイエンスのお時間となりました。皆様いかがお過ごしでしょうかということで、今日もめちゃくちゃ暑いですね。本当にね、もう溶けてしまうんじゃないかっていうぐらいですね。めちゃくちゃ暑いんですけども、もう皆さんのね、お住まいのところはどうですかねって毎回言ってるんですけど、もう全国的に見ても真っ赤っかっていうかね、もう高温っていうことで、まあ多分どこに住んでてもね、もう暑いんじゃないかと思います。もうね、先週のね、土曜日も暑かったよね。土日月とね、3連休でしたけど、もうむちゃくちゃ暑くてね、なんかもう熱中症で搬送されたみたいなね、ニュースもね、もう全国的に飛び交っておりましたし、今日もめっちゃ暑いよね。なんか名古屋市の、学校ではですね、体育の授業が中止になった。で、暑すぎて中止にするのは、なんか初めてのことらしいですね。で、まあ部活動も禁止っていうかね、中止になったっていうね、まあヤフーニュース見ましたけども、まあそれぐらいですね、まあめちゃくちゃ暑かったと。まあ明日はね、雨模様で、まあちょっとね、気温の方は落ち着くんですけども、落ち着いても33度とか34度ですから、でもね、まだね、梅雨前線がね、まだ、日本列島にありますから、まだ梅雨明けじゃないんですけども、まあめちゃくちゃ暑いとね、いう日が続いております。でね、昨日、そうです、昨日ね、オリエンタルランド、ディズニーランド、夢の国もですね、パレードが中止。ね、パレードとかイベントがね、3つほど中止になったということでね、それもね、大きなニュース取り上げてましたけど、まあね、もう、夢の国、もうミッキーも暑さに勝てないみたいなね、もう無理っすわ、みたいなね、もう室内におらしてよ、みたいな感じでね、まあ夢の国ですからね、意外にそういったことはですね、夢の国だけど、気候には勝てない、ね、という感じでですね、まあ全国的にですね、まあむちゃくちゃ暑かった高温だったんですけども、で、まあこうやってね、暑いとですね、まあ地球温暖化の影響だっていうことでね、まあ異常気象だっていうことで、まあ非常にまあ地球がもうなんていうかな、悲鳴を上げているみたいな感じでね、SDGs とかね、これはもうエアコンをつけないといけないけど、適正温度を守りながらやりましょうみたいな、エコエコっていうね、まあわけのわからん環境団体がですね、まあ騒ぎ出すんですけども、まあこのね、まあ異常気象によってね、まあ熱中症で、まあ亡くなったっていうニュースもね、まあいくつかあったわけですけども、まあこのね、まあ地球温暖化って呼ばれるもの、地球の気温が上がってってですね、まあ温暖化によるね、気象災害がね、もう深刻化して、もういい、もうこの、ここ数年で、もう今後ね、この5年後、10年後には異常気象によって、もう人類が滅亡するぐらいになるんじゃないか、みたいなね、大きなこと言うておりますけども、実は、まあ今日のお話なんですけども、実はですね、世界の気象災害による死亡数は、実は右肩下がりで減り続けているんだよっていうね、お話をちょっとしたいなと思います。はい。まあね、この地球温暖化によってね、まあ人為的なこの CO2 が増えてね、まあどんどん地球が暖かくなってしまうと、まあ気象災害、まあ極端な高温とかね、干ばつとかね、洪水が起きて、台風も増えてですね、その洪水とかそういった被害も激甚化するとかね、地滑り。で、さらに高温になるとですね、山火事が起こって、もう火災も増えるとかね、あと強風とか霧とかね、まああらゆる極端な気象による、死亡者数とかその死亡率のまあこのデータをねあるわけなんですよ。で、まあ2020年のですね、ゴクラニらによるですね、研究によるとですね、世界全体における極端な気象による死亡数の推移っていうね、まあそういったまあ研究データまあ論文があるわけなんですけども。これですね、面白いことにですね、まあ、10年ごとに、まあ、異常気象による死亡数を、まあ、まとめたグラフがあるんですけども、1920年代をピークにですね、もう現在もですね、減り続けております。はい。世界のね、気象災害による死亡数っていうのはですね、めちゃくちゃ減り続けてるんですよ。あれ?みたいなね。なんか、
なんか、メディアが言ってることと全然違うやん、みたいなね。世界は警笛を鳴らしてる、みたいな。もう地球は悲鳴を上げている温暖化で、とか言ってますけど、実は減り続けてるんですよ。うん。で、このね、1920年代と、まあ、現在ですね、2010年、2020年代比べるとですね、ピークの1920年、と、今の現代を最初のデータを比べるとですね、死亡率は実に 98.9% も減少してるんですよ。死亡数で見ても 96.1% も減少してるんですね。で、1920年代が一番ね、この気象災害による死亡数多かったんですけども、まあ大体ですね、50万人弱が10年間で亡くなっております。気象災害による。で、まあ温暖化で、ね、まあ確かにね、まあ温暖化はしてるんですけども、そんなに極端にめちゃめちゃ温暖化してるわけじゃなくてですね、まあ数度程度なんですね。うん。で、その1920年代の50万人弱、10年間で50万人の方が亡くなりましたが、今2010年代なんですけどね、最初のデータはね、まあ10年間で見ますから、で、今はその 96.1% も減少してるんでですね、だいたい2万人弱の方が気象災害によって10年間で亡くなっているので、96.1% も減少しているんですよ。で、このね、1920年代から2010年代の間にですね、人口がですね、3倍以上になったにもかかわらず、死亡数は 96.1% 減なんですよ。それぐらいですね、気象災害、異常気象による死亡数っていうのは減り続けてるんですよ。で、この減り続けている傾向は今現在も続いておりましてですね、ずっと減り続けてるんですよね。だから異常気象だ、高温で死ぬって言ってますけども、実は減り続けてるよということなんですよ。なんで減り続けてるかっていうとですね、まあこの、まあ、論文のその著者ね、僕らにまあはこういうことが示唆されるんじゃないかなって言ってるんですけども、台風は洪水などの気象災害による死亡数も減り続けてるんですけども、これはですね、建築物が丈夫になったりとか、堤防とかダムとか建設されてですね、防災能力が上がったためによることでこう減り続けていると。まあいうことなんですよ。なので、まあ人々はですね、まあ、豊かになったってことなんですよ。豊かになったからこそ、まあ、世界的に見て世界経済はですね、まあ緩やかなね、まあ右肩上がりでね、どの国の人々も人々もですね、豊かになってるんですよね。まあ日本は30年間止まってますけど、成長ね。うん、もう成長 してないし、もう今もね、もうやめてっていうぐらいのレベルでですね、もうハンマー打ち続けられてるわけですよ。もう税金出せ、防衛費や、みたいな感じでね、もう自民党がむちゃくちゃやってるんで、だから我々は豊かになってないんだけど、この30年間。まあ、世界の人々の見てもらったら、まあ、成長してるんですよね。だから、東南アジアの国々とか、この間も台湾行きましたけど、もう物価も日本と変わらないし、物価も日本とちょっと高いぐらいになってるんですよ。まあ、それが豊かになってるんですけども、日本だけ見れば豊かになってないから、いやいや言ってますけども、世界中は豊かになってるんで、まあ、それだけですね、そういう災害に対して、防御能力っていうのがですね、豊かになってるし、上がってるんですよね。なので、まあ、地球温暖化が起きてるかもしれないけども、その死亡数、異常気象による死亡数っていうのはですね、周りが豊かになってるし、防御力アップしてるんで、陰に見えてる、減少傾向は止まってないんですよね。だから死亡数、その異常気象によるって、もう何万、十万人も死ぬよっていうのはもう過去の話で、実はそこまで死亡数って増えてないです。むしろ減り続けてるんですよね。うん、っていうところをね、ちょっと目にしないといけないかな、ということなんですね。うん。なので、地球温暖化によって自然災害が頻発化して、激甚化して、多くの人々が死亡するっていうふうに言われてるけども、その兆候はですね、もう全く見られないということなんですよ。もっと現実を見ましょうってことと、ちゃんとそのデータ見せろよっていう話なんでございますね、ということなんですね。まあ、だからメディアに載せられてね、もうエコエコ言うてんの日本ぐらいですよ。台湾もね、めちゃめちゃ暑かったですけども、エコーとか言わってない。もうめちゃくちゃ冷房キンキンに冷やしてたもん。そんなね、人為的な地球温暖化ってもう怪しいですから、科学的に見てね。だからもう28度でね、もうエコだから、みたいな。設定温度守りましょう、言うてんの日本ぐらいですよ。うん。なのでね、そういったデータもあるし、陰り見えないしね、そのなんていうかな、
減り続けてますからね、そんな異常気象によってめちゃめちゃ人が死ぬっていうのはね、まあほぼ嘘に近い。もう大嘘ですね。そのエコエコ言ってね、儲ける団体がいるから、まあ利権ですわっていうことなんでございませんということでね、まあ、こんだけ暑いとね、もう蹴散らず、皆さん、身分の命を守りましょう。エアコンありますからね。まあ、確かに電気代は上がってるんだけど、確かにお金いるんだけども、死んでしまったら意味ないですから。なので、もうしっかりね、適正な温度っていうのはですね、まあ自分が寒くないとか思うから、28度じゃありませんからね。なので、まあ自分の命をまず守りましょうっていうことですね。ということでね、なんかこの地球温暖化はね、もう怪しいですから、もう利権が絡んでますからね、皆さんね、適切なデータを見てですね、まあ適切に生活していきましょうということで、今日はこの辺にしたいと思います。それでは皆さんさよなら、バイバイ。